はい、どうもテッシーでございます。ファミコンジャンプ2、早速続きをやってまいります。前回の動画でですね、3つ目のドラゴンボールを手に入れまして、で、カプセルコーポレーションですね、ベリーベイの街というところで何やら怪しい光が、包み込んで人々が研究に没頭しちまってるっていう感じでね、まあ果たしてその真相はみたいな感じになってるんですけれども、ちょっと苦戦してますね。いきなり初戦から若干焦っております。あれ若干焦っております。大丈夫かなと思いつつね、必殺がね封じられてしまったんで大丈夫ですね。 OK です。ストーンマンはやっぱり動けないのがちょっと一番きついかなっていう。ここで大丈夫かな。はい、届くか。届いた。おお、ダブル攻撃だが大丈夫と。はい、ありがとうございます。で、北の方から怪しい影がやってきたというのでありますので、まあそこをねなんとか追求していければと。そういえばホイポイカプセル使うの忘れてますね。もう戦車とかこういったのはこうやってね、もうボンボンに必殺技使っていって倒してしまうっていうのがね、これ火とか、まあ、弾とかいろんなの出してきますね、この豆戦車は。おお、届いた。 OK。 で、道具ホイポイカプセルですね。まあ、前回か前々回の動画からこれが役立っております。このエンカウント何なんですかね、これ見てくださいよ皆さん。これがねファミコンです。ファミコンのエンカウントは本当ね結構ね、まあひどいというか、ひどいって言っちゃあれだと思うんですけれども、まあ元も子もないんですけれども、結構ねエンカウント率がまあひどいんですよねまあひどいんですよ。このねファミコンジャンプ、これいつぐらいかな、これ結構後期ってあの後の方の、後っていうか、まあ、ファミコン出てから結構後の方の作品ではあると思うんですよね。結構完成に近づいてきてる方のまあ作品で、エンカウント率とかも結構修正されててるとは思うんですけれども、それでも今のここのね動画始まってからこの3回は結構ですよね。もう始まって3分で始まって3分ぐらいですよね今これ。ひどいというか、 3戦闘ですか、しょうもない戦闘見せられてね、初めてお越しになられた人とか何してんねんみたいなね感じですよね。でだってこれまだ8歩ぐらいですよね。3分で8歩ぐらいしか動かない動画ってなんじゃっていうね。届かんし。あー、きついっすね。マジかこいつ、この野郎ビビらせやがって。ちょっと戻ってこなかった。マジ、何言ってんの。しかも悟空は足元を調べたって石になってるやん。ちょっとマジか、石直るん。うわー、あー石は
マジかこいつ、くっそくっそこいつマジかよ。このね RPG のいいところは、これまあ見た感じ戦闘はね、タイトル通りシミュレーション RPG なんですよね。ふわー、でシミュレーション RPG ではあるんですけれども、戦闘はね、くっそこいつ調子に乗りやがってマジでこいつら。薬瓶で戦闘が終わると体力がね全開するのがこの、あーやべえなこれ。全開するんですよ体力が。まあ見ていただくと一番わかると思うんですけれども、くっそー、かー、こんなねつもりじゃないんすよ。うわマジで、あんこんなクソ雑魚に、くっそったれ防戦一方じゃねえかこれ。ちょっと、この野郎。おいで悟空たちは、まあ、経験値と銭を入れたと、お金を手に入れたと、で体力が回復した。だって本当はね全開するはずなんですけれども、どうやら状態異常、特に毒、あこの石ですね、まず毒もそういえば治らなかったですもんね。この野郎、いやー始まってもう7分8分、とりあえず薬詰めると、何やってるんじゃこれ本当に。300高っ、これ見よがしに高い、なんでこれだけで300するんじゃっていうね。ふう、これ何の動画っすかね本当に。これ石直るん持ってた方がいい感じですね。これはきついわ。これそんなにね確率高くないと思うんですよね、石になる確率。うん、まあまあいいですわ、1個でいいわとりあえず。ふう、でここからね北に向かいます。本当はねここから、これ出た瞬間に敵ですね、ひどくないですか。でしかもゴールゴン相手、これまだ石にされたらねシャレになんないですからね。届かないって、くぅ、よし OK、 相変わらずわけわかんねえとこ打ってんなあいつ。ターちゃんが一人になった瞬間にバッキバキに狙ってきましたからね。よし OK、 まあまあまあ経験値とねお金がそこそこ貯まったと思えばいいですか。お金はまあそんなに貯まらないか、石直るん買っちゃったんで。で北に、まあおそらく何か怪しい施設みたいなものがあるんでしょう。まあ基地、怪しい基地がいっぱい建てられてるみたいなことを言ってたんで、おそらく基地みたいのがあるんでしょうね。なんでターちゃんだけはうまく狙えんのこいつは。ボンス、まあ横から
うい、後ろからガンガンと。うーっす。で、さっき言ったようにね、体力がね、回復するんで、ボンボンにね、必殺技は使っちゃって大丈夫ですね。倒せればの話なんですけど、ほら、あった。基地ですね、これが。果たして何の組織か。おー、いいね。基地でいろんな建物があるっていう。お、宝箱発見。グレネードボムを手に入れた。やべえのあるし、いきなりやべえの置いてある。で、しかも見張りがいないっていうのがね、ナンバー4。おおー、こんなとこにも敵が。豆戦車、こう左上の狭いとこにしかも届かないっていう。何これ、何この配置。このね、フィールドと合わせたね、戦闘マップっていうかね、ちょっと道具あれ使ってみますかね。じゃあ雷雲五郎って何なのか。おお、まあ大したあれじゃなかったっていうあれですけど、まあ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 、あ、これやばいな、これいいね、やばいね。タルルートは回復、豆回復した方がいいね。どうしようか。あー、これ意外にやばいな、ここの配置は。あー、でもこれちょっと行くしかねえな。これタルルートはちょっと犠牲になる、なってもらうしかないっすね、これは。あー、どっちか死ぬね。まあいいや、まあしゃあないわ。気持ちいい。お、いけた、いけましたね、よかった。ここのね、ここのフィールドのマップとリンクするんですよね、戦闘マップが。ちょっと話を。はじめにコントロールビームでカプセルコーポレーションのやつらを洗脳して、次にそいつらを使って光線をさらにパワーアップさせる。なんて頭いいんだ俺たちのボスはよ。なで、誰だお前は。すげえ説明ぶった文章。アリゲーター、お、ちょっと新しい新種族の人間みたいな。いや、でも相手じゃないですね、一体ですからね、言っても。はい、ありがとうございます。たかが知れてるっていうね。弱い、消えた。おお、600銭に石ナオルン2つ分、ありがとうございます。おパワージャケット、カプセルロボ、なんかちょっと強そうなやつ来たよ。これはなんかあれですよね、ピラフマシーンに似てるというか。まあちょっとあんま表行くと危ないけど、ちょっと行くしかないね。狭いところで戦うとどうしてもね、ちょっと不利になっちゃうんで。狙われる。でーでっかい石投げてきたよ。なんかタラちゃんボッコってなったからね。あんなんで殴られたらそりゃ死ぬわ。おお、これは結構ですね。ドンキでガンってきたからね、ターちゃん横から。まあ死んでも生き返るんでね。まあ右はもうないですね。だいたいドンキはすごい使われる便利なあれですからね。特にここでは看板ではないと。こっちはなんかあれも関係なさそうですね。おお、ドクロ。左も行けそう。ちょっと周りを見てか。はい、なんもないと。まあここが本命ですよね。1、2番と3番はどこ行ったんじゃと。
まあ、入りましょう。ほう、あ、ちょっと迷宮ですね。あー、宝箱あるな。行きましょう。左ってすげー怪しいし。へー、あ、じゃあグレネードボムも使えますか。追加手に入れたんでね。おー、なかなか。グレネード、悟空がグレネードボムを使うってシュールなね。果たしてあいつ下のやつでも倒せましたね。こいつは普通のビームでしたね。絶対グレネードボムよりカメハメハの方が強いっていうね。ありがとうございます。今道具って何持ってました。テレポマシン、毒消し、毒消し、万能薬、たこ焼きがね、たこ焼き、あ、ライオンゴロウずっと使えるやつか。あ、じゃあそしたらライオンゴロウを悟空に渡しましょう。何回か使えるってやつですかね。悟空が全体、おー、石直りもこんなところにもありましたね。上、この矢印は怪しいですね。そんなに素直に行きたくないタイプ、ゲームに関しては。まあ普通のね、人と人となんか飲み会とかとかでは、飲み会とかとかではってなんですかね、やっぱ普通に会話、コミュニケーションの時は普通にやるんですけど、普通に会話とかするんですけれども、あー、ライオンゴロウ壊れてしまった。なるほどね、なるほどね。まあそりゃそうですわね。まあ相手気づいてないんで。ただこれ豆戦車やばいね、この配列は。これ普通に全滅しますよね、普通にやってたら。ちょっとまああいつ倒して、ここからやってこうですね。ライオンゴロウって売ってるのかな。お、レベル上がりました。あ、移動力も上がりました。ありがとうございます。シミュレーション RPG で移動力はね、結構というか移動力は要ですから。うわうわうわ、これ一番やばい、一番やっちゃいかんパターンじゃないですか。ちょっとどうしよう。まあ、これしかないか。うわー、ガチで一番やっちゃいかんパターンっすわこれ。こんな戦闘スタイルというか、戦闘最初の段階もあるのね。おーし、石怖いわー、石マジ怖いわこいつ。おい、あとは雑魚。あれれれ、あ、そっか、こいつは何にも倒してなかったのか。おお、2人の攻撃に耐えるとはなかなかやるじゃねえか。めっちゃ救急車鳴ってますね、申し訳ないですね。地下に行くか。あ、宝箱、これは取る。あー、でも左から行くと上に繋がるのかな、もしかすると。これどうしようか。悟空はこうの方がいいのかな。んーで、ここら辺で撃っとく。必殺あんま効かないんですね。まあ全体攻撃の必殺はカメハメハほどではないんですよね、やっぱり。はい、どこ打ってんだパターンですね。まあそれは、まあ悟空はさっきライオンゴロウを持たせて全体攻撃できないんでって言ったんですけれども、対1ですよね、対マンに強いっていうね、やっぱり。はい、ありがとうございます。
まあ、他のヒーローもね使っていきたいかなっていうのはあるんですけれども、あでもなんか左から行っても左の矢印がありましたね今。うわー待ち構えていた、これはやばい、全滅可能性あるぞ。もうターちゃん死にますもんねこれ絶対。うわーどうしようかな、くーくわーってなりますよねこれは。うーんどうしようか、んーとりあえず、あーこっち行けないのか、ちょっと仕方ないけどここで必殺使ってちょっとまあ適当なとこで必殺使ってまあちょっと諦めるのは良くないんで薬瓶をターちゃんに使います。悟空硬いですねやっぱり、買った悟空全然ハート減らない、買ったこれ豆戦車だったらなえるわさすがに今のは。え悟空そんな硬い、ターちゃんが柔らかすぎるのか。お必殺技が強くなった、体力を回復した後。え悟空めっちゃくちゃ硬くなかったっすか。15あターちゃんがちょっと弱いのか、しましまパンツでも防具最強にしてきましたよね。まあレベルちょっと上がったっていうのもあるとは思うんですが、あー悟空硬いわ、あれは萎えますな。あー宝箱ちょっと後で取りに行きます。あれ多分1階ですよね、パワージャケット。これはもう上突破するしかないですね。もう下、ターちゃんは捨てるわけじゃないですけど、あでも上倒せたんでこんな感じでいけるかな。あやばい、そっか、あーまたドンキ来るか、大丈夫か。だいたいミステリーとかね、ミステリー作品、殺人事件の鈍器のようなもので殴られってなりますよね。なんで鈍器のようなものって、鈍器以外にもう言ってるじゃんみたいなね。豆戦車怖いわ、いかないのか。いやでもこれほんと戦略性、まあ、タイトル通り戦略性高すぎますわ本当に。よしこれで大丈夫やろ。これほんとね相手の先生だったら やばいです、それしか言いようないです、やばいですみたいな。シミュレーション RPG 大体こっちが先生ですもんね。はい行きましょう。なんかもうそんなに広くない感じですよねこの感じからすると。パワージャケットは気づいていない、ゴルゴンアイはあのターちゃんに任せます。なぜかゴルゴンアイはターちゃんの攻撃に弱いみたいなんで一発で倒せる状態。ケイもう必殺使いまくり、これ今楽勝に見えますけど本当ね一個間違えるとやばいですからね。ここが上に行く階段だと
もうボスですやん。もうボスですやん。大丈夫？ちょっとまあ行きますか。何も言わない。ゲゲ、貴様は悟空、どうしてここに？スルーして話すと。バカめ、わざわざ自分から殺されに来るとは。はい、じゃあ行きましょう。オムニポー。これはこれは、ギガウルスを倒したという英雄のご登場だね。力任せのあいつと違って、こっちはおつむの中身で勝負だよ。コントロールビームで世界中を洗脳するのさ。邪魔はさせないよ。で、戦闘ですね。オムニポー。若干美味しそうな。オムニポー。なんだろう。オムニポー。オムライスとポテトみたいな。まあじゃあ、ちょっとどうしましょうか。まあ必殺から打ち込んでいきましょう。ギガウルスからの感じからすると、全然効かない。ギガウルスからの感じからすると、結局全体攻撃してくるから、全然効かん。あと同じ配置にしない感じで、これ効いてんのかな？逆に効いてない方だ。あぶな。こう、なんか吐いた状態でっていう感じですよね。吐いた状態からなんかやってくるのかな。お、必殺は効いてると。じゃあまあ念のために悟空を回復してあげると。横からいきましょうか。ガンガン。お、戻った。待って、こいつもそんなに強くなさそうな感じがしちゃってるんですけど、そんなに強くねえぞこいつも。ほい。やばいっすよオムニポーさん。ちょっともうちょっと絵になる戦いをしないとやばいですよオムニポーさん。これ薬瓶、ボス戦だけ薬瓶縛りとかでもいい気がする。オムニポーさんやばいよオムニポーさん。これ放送事故っすよオムニポーなんか悲しそうな顔してるし、あいつもうダメだわこれ。オムニポーさんどうもありがとうございます。はい、500ポイントを500銭を手に入れた。ギガウルスの方が強かった気がする。に結構強いじゃねえかい。先にあんたらを洗脳すべきだったね。で何もないと。で完了ですね。じゃあちょっとテレポマシン使って宝箱だけちょっと回収したいと。あ、まあただ時間そろそろいい感じですね。さっきの宝箱を取って次の動画に移動しますっていう形になるので、もう移動していただいてもいいっす。大丈夫っす。何が大丈夫か分かんないですけど、次の動画の一番最初で結局宝箱は丸々でしたってのを伝えるんで、全然移動していただいて大丈夫です。あとしょうもない戦闘だけなんで。おお、ドンキ来たね。まあ必殺で、なんであいつドンキ、これなんか攻撃してくれる時としてこない時のパターンというか、そういうのがよくわからんですな。はい、よし。しかも矢印は宝箱を教えてくれていたっていうね、そういったあれもあるんですね。おお、インリョくん、なんかちょっとエロいですね。インリョくん、もうテレポマシンないよね。さすが、あった。ちょっとめんどくさいんで使っちゃいます。
で、ホイポイカプセルで町に戻るといった感じですよね。まあ町の前でとりあえず動画切る感じでみたいな感じでみたいな感じですね。わあ、ゴルゴアイやっぱ倒せねえのかこいつは。強いな、強いっていうかなんかあるんでしょうね、なんか。出たー。うわー、ふいっ、ういー。お、ターちゃんも上がりましたね。ターちゃんだけ移動力上がらないと。必殺技の威力も上がらないと。ああ、ちょっと、そう、道具使うには、これしかないんですよね。ポイポイカプセルの方が早いけど、もうすぐなんですよね。はい。いやー、ここまでね、最後までちゃんと見ていただいている方、ありがとうございます。多分ね、この後、そんな面白いことはないですね。町の前まで行って、じゃあ移動お願いしますで終わっちゃいますね。申し訳ないですけど、オッケー。戦闘自体は結構楽になってきましたね。はい、宣言通り次の動画に移動をよろしくお願いいたします。レッシーでした。失礼いたします。